グリーンリボンは移植医療普及、メンタルヘルス問題の啓発、または環境保護運動のシンボルマーク。東京タワーのグリーンリボンデーのイルミネーション、世界中で使用されている移植医療手術のシンボルマーク。キャッチコピーは、話そう。大切な人と。緑は成長と生命のつながりを意味していると言われ、臓器提供者と移植が必要としている。 待機患者の命のつながりという意味を込めて付けられたという。メンタルヘルス問題に関する世間の意識や関心を高め、偏見や社会的スティグマをなくし、正しい知識を普及するための啓発活動で国際的に使用されているシンボルカラー。グリーンリボンは国際的なメンタルヘルスのシンボルであり、ピンバッジなどを身につけることで地域社会への支援や連携を表す。 世界精神保健連盟が1992年にメンタルヘルス問題に関する世間の意識を高め、ネガティブなステレオタイプ化に反論し、人々に体験発表の場を与えることを目的として、10月10日を世界メンタルヘルスデーと定め、グリーンのアウェアネスリボンをシンボルに啓発活動を展開。その後、国連機関の世界保健機構も賛同し、正式に 国際デート認められる。2020年の世界メンタルヘルスデーでは、マレーシアの国王と王妃もグリーンリボンのピンバッジを着用した。ありがとうございます。